人類征服の野望に燃えて恐竜帝王ゴールの使者メカザウルスが日本を襲ってきた。だがその時3人の少年の勇気を得て合体したゲッターロボが凶暴なメカザウルスの前に完全と立ちはだかるのであった。次回新番組ゲッターロボ、無敵ゲッターロボ発進をお楽しみに。